ねえ、約束しない？60年後、私たちが証人になるの。いいよ。桜の話、ソメイヨシノはね、60年経ったら咲くことができない。マジっすか。マジっす。これは思い出の桜に会いに行きたい女性と彼女を案内することになった青年のある春の日の出来事。この桜が咲いていてくれたらずっと夢見てた。それで逃げてきたんですか。春なれや。